ハイカラ万歳、キラカンです。皆様こんにちは。5月20日ハイカラ万歳の時間がやってまいりました、本日もハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長、青野秀俊でございます。さて、連休も終わりまして、本当になんていうんですか、5月病っていうのがありますんでね、5月はなんかこう体が重いという方も多いと思うんですけども、ぜひ気分を、テンション上げていただいて、元気にお過ごしいただければと思います。さてゲストは先週に引き続きまして元プロレスラーのキラーカンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カンさん、はじめにちょっと手の大きさ、一度合わさせていただいていいですか？見てください。子供の手ですよ。でかいっすね。でも考えてみると、お相撲さんというのはこれでこう、そうですね。相手が来るわけですから、怖い。怖いですね。乗せとこしますね。とこしますね。さて、実はですね、皆様、ちょっとこんなお写真を見ていただければと思うんですけれども、この赤いジャケットを着た方は、これ、キラーカンさんです。お隣にいるのはおばあちゃんでございまして、これ、実は老人ホームにご入居されているおばあちゃんとキラーカンさんのツーショットでございますが、キラーカンさんはもう7年になりますけれども、月2、3回、いろんな老人ホームをボランティアで。そうですね、というところでは、北海道の日高まで行きましたし、伊豆大島も行きましたし、椿の里っていうところに。はいはいはい。まあ、自分の歌で喜んでいただければね。坂東邦康さんっていう、そうですね、バップレコードの歌手の方とも、はい、本当にお友達で。そうですね、彼もカラオケ入ってますし、自分の歌もカラオケ入ってますけど、はいはいはい、自分らの歌はほとんど歌わないで、懐かしい、はい、自分は哀愁列車とか別れレポジーとか、はいはい、松山恵子さんの別れ公衆電話とか、はいはいはい、南春夫さんのチャンチキオケサとか、そういう歌を歌ってね、彼も彼らに歌ってね、はい、そうやってやるんですけどね、みんな喜んでいただいてね、そうですね、はい、今手合わせてくれたでしょ、ああいうふうなね、おばあちゃんと手合わせたらね、おばあちゃん小さいでしょ、もうおばあちゃん喜ぶんですよ、手合わせたら俺がでかいから。中にはね、こんなこと言ったらあれですけど、手の開かない人もいるからね、あれなんですけど、でも本当にね、で喜んでもらったら、まあそれがね、まあこんなこと言ったらあれですけど、お金にはならないんですけど、まあ、お金以上のものは得られます ね、 そうですね、何しろもう人生の大先輩ばっかりですから ね、 そうですね、はい。キラカンさんがこういうボランティア始めようと思ったなんかきっかけってあるんですか？坂東さんのね、坂東さんがと自分がプロレス辞めてすぐ店やった時知り合って、それから仲良くやってるんですけど、それで坂東さんのお母さんがやっぱり老人ホームに入ってて、はい、それでうちのおふくろはね、愛してる人だったらそういう歌好きだからね、ちょっと自分のおふくろのところにちょっと行っていいよって言ってやっていったところが、ものすごくいい反響で喜んでいただいてね、おいいねって、こういうのを自分終わった後も気持ちいいしね、で司会室入って帰って支度してね、戻って帰る時もみんなおばちゃんおじいちゃんね、車椅子でね、また来てねって涙流してくれたらね、あれいいもんだなと思ってね、それでもうやってんですけど、もう長いですけどね、でもこれからもやっていきますよ。これがもう命ある限り、じゃあ、はい、元気である限り、はい、ずっとこれは続けていきたいという、はい、私 の、 ホームページ見たら電話番号書いてありますから、遠慮なく電話いただけます。そうなんですか。じゃあ特別養老ジャムのスタッフの皆様、ぜひキラカンさんのホームページからアクセスいただいて、はい、ぜひうちのホームに来てくださいということで、はい、ぜひご連絡をいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でも素晴らしいですね、カンさん。いやもうただ、自分の歌でね、演歌歌手なんですけど、はい、クラウンミュージックからね、はい、まだその全然売れてないんですけど、いやただ自分の歌を歌わないで、そういう懐かしいね歌をね歌うと、みんなね、
やっぱり老人ホームって女の人が大体8割ぐらいなんですよ、はい、おばあちゃんが。それで自分があのお別れ公衆電話とかここに幸あれ言うと、はい、口が動くんですよちゃんと。あ、口がぴったり合うんですよ。だから若い頃覚えた歌は覚えてるんですよね。口が動くんですよね。だから本当にあれですね、嬉しくなりますね。やっぱ音楽の力ってすごいですね。いや、歌の力っていうのはやっぱすごいと思いますよ。そこで自分の歌を歌ってもね、まだヒットしてないからね、あれですけど。あの、せっかくでございますんでね、あの、キラーカンさんの、CD の方もご紹介させていただきますが、こちらのジャケットの方ですが、新宿365夜、はい、こちらはクラウンミュージックの方から、そうですね、はい、発売されておりまして、で、デビュー曲の方は、ふるさと真っ赤っか、これは2005年にリリースされておりますが、そうですね、2枚の今まで、CD を出されているということで、そうですね、4曲ですね、ぜひあのお買い求めいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。カラオケも入ってますので、はい、歌っていただければと思います、さて話はガラッと変わるんですけれども、はい、あの尾崎豊さんが亡くなられて今年はいろいろ特番で、そうですね、随分テレビから、ね、やられましたけど、はい、あの尾崎豊さんが、キラカンさんがあの今ちゃんこ屋さんやってますが、その前にカラオケスナックを経営されてる時、そうですね、カラオケスナックであの自分も料理作るの好きだから、はいはい、料理も置いたりしてね、やってたですね、はい、その時によく来られて、そうですね、あの西武新宿線の中井っていうところでやったんですけど、はい、その時あの車屋さん、会社売ってる社長がね、うちのお客さんで、はい、その人が連れてきて、はい、このこと言ったら本当申し訳ないんですけど、尾崎さんに自分知らなかったら紹介されても、はい、日本のロックセンターのすごい人なんで、若いですからね、僕ったらうちで働いた、あの人たちが、働いてた女の子とかお客さんが騒ぎ出したんですよ、で覚えてます、はっきり。ほんとこっちのお客さんがサイン欲しいと言ったら、俺があの自分がプライベートにしてるから申し訳ないって言ったら、尾崎さんに聞こえてて、いや尾崎さん、あの母さんサインしますよってサインしてやったり、写真を撮ったりして ね、そうですか、ものすごい気さくな人だったですね。お酒が好きでね、あ、そうですか、よく一緒に飲みました。はい、一緒にカラオケなんかやんなかったんですか。いや、もう歌いました。だから自分なんかアイラブユー全部頭三曲あの全部頭入っても楽に歌えますよ演歌だけじゃないですね。演歌、あの尾崎さんから教わったアイラブユーの方が楽に歌うことができます。それ聞かせていただきます。あ、そうですか。でも尾崎さん、アイラブユー聞いてると、アイラブユーはどうしても演歌なんですよね。あれもね、あ、演歌なんですかね。演歌だと思いますよ。はい、いい曲で勉強ですね。大好きです、名曲ですよ、本当に。はい、あ、そっか。じゃあいずれはあれですね、母さんもあの持ち歌があの作品が増えていったら、いずれはこうコンサートするときは、あ、いや、時々歌ってますよ。歌ってます。はい、あ、そうですか。はい、この間もあの、南浦和の武蔵野健康ラウンドで、はいはい、あのショーやったんですけどね。そうですか。はい、あのやっぱ I love you 歌わせてもらいました。ってことはあれなんですね、キラカンさん、あの興行も今も結構あるんですね、その歌手の方も。歌の仕事なんかよく来ます。来るんですね。まだ私の場合は、あの、いや、いくらじゃないとダメだろうか言いませんからもう本当交通費だけでも飛んでいきますいや、もう歌う、あの先生言われてるんですよ、やっぱり歌えてなんだから、歌う場所をね、やっぱり頑張りなさいと見つけてね、はい、だからあのどっかのあのお店がスナックはお店が8周年記念だとか言ったら、あの自分のポスターを送って、でキラーカン来てね、キラーカンオンステージじゃなくてね、そして行ってあのお客さんと一緒に歌ったり自分の歌を歌ったり、カラオケ出すと自分の歌入ってますからね、はいはいはい、だからすごくでもそういう面で言うと、キラーカンさんもプロレスで有名だから、結構ご存知の方がね、そうなんですよ、多いから皆さん喜ぶ。はい、歌のキラカンって言ったらね、元プロレスラーのキラカンって言ったらまだ覚えていてくれる人が多くてね、ありがたいです。でも皆さんあれじゃないですか、お会いして初対面の方って、キラカンさんってお優しいですねって皆さん言いませんいや、あのなんかすごいそう思うんですけど、いや、プロレスの時はね、無理して悪いやってたんですけど、やっぱりね、悪役のイメージがね、うん、だからよくあの歌舞伎町で居酒屋、ちゃんこ居酒屋やってるんですけど、よく、最初はね怖がってたけど、ね、全然違うんだねって言ってね、だって昔のあんな顔してたから誰もお客さん来ないよったら笑ってますけどいや、私もでも夜あの歌舞伎町で母さんがやったらちょっと避けるかもしれませんね知らなければやっぱ怖いですよねあ、でも本当にあのね、素晴らしいですね。じゃあこれからもぜひですね、歌手として、あとちゃんこ屋さんの方もね、ちょっとコマーシャルの後お話をちょっと伺いたいと思いますんで一旦ちょっとお知らせを入れさせていただきます。